国力を回復した蜀はついに北伐を再開した。一度は敗退するものの、指揮官の脅威は諦めることを知らない。先人の志を果たすためなおも魏を攻めようとする。だが遠征の負担は大きく、国内では反対の声も上がっていた。一方魏では実権を握った司馬一族がその地位を固めていた。だがその独裁を不満に思う者たちが不穏な動きを見せ始める。内乱、そして何度でも攻めくる蜀との戦い。戦で傷を負った司馬氏の肩に大きな重圧がのしかかっていた。兄上の怪我の回復が思うようにいかない。今は体を動かすのも辛いみたいだ。司馬将殿。おや、想像しいのが来たようですよ。呪春にて官球剣と文剣が反乱を起こしたそうだ。なんだって？官球剣は五都の戦で実績があり、葬儀への忠義も厚かった。私にはこの方がにわかには信じられぬ。官球剣はあの花光源と親しかった。花光源が処罰されたのを見て動いたんだろう。花光派と同じようにな。司馬将殿、こうしている暇はないのでは？紹介殿、控えて。でも師匠殿、資源殿が動けない今、あなたが反乱を収めなくては。確かに俺は兄上を最後まで支えると誓ったけど、官球剣を打つことで本当に乱は収まるのか？反乱した奴を打ってもまた別の反乱が起きるだけじゃ。司馬将殿、国家の危機に何たる悠長さか。司馬氏殿ならそのような逡巡などせず、我らを導いてくださるというに。もうあなたに任せてはおけない。私は先に巨匠にて戦支度を整える。師匠殿。分かってる。元気、ついてきてくれよ。諸葛丹殿も脆いな。司馬氏殿に必要以上に傾倒していた結果がこれだ。それを抑えられぬ司馬将殿にも呆れるが、この混乱、大いに私の出世に利用できそうだ。諸葛丹様、官球剣は五と組んだと聞きました。勝てるのでしょうか？この巨匠にも反乱を企てている者がいるとかいないとか、いかがしましょう？みんなうろたえるな。兵がこのような様子では民はより不安に思ってしまう。しかし、なあ、まあみんな落ち着けって。司馬将様、これが落ち着いていられますか？反乱に次ぐ反乱でみんな何を信じたらいいか。みんな、私を信じて聞くのだ。私がお前たちを必ず乱世の先まで導いてやる。だから安心してついてくるといい。司馬氏様、ありがたきお言葉。俺たち一生司馬氏様についていきます。さすがは司馬氏殿。兵士たちも落ち着きを取り戻したようです。兄上、そんな体で動いて大丈夫なんですか？将、一刻も早く乱を鎮圧するのだ。司馬一族に反感を持つ他の勢力や他国からの侵略をこれ以上招いてはならぬ。ですが兄上。案ずるな。私とお前ならこんな乱などすぐに収められるだろう。
兄上、出陣するつもりですか？兄上、あなたという人は。わかりました。俺も一緒に出陣して兄上を支えます。しばし殿、逃走中の環球剣を捕獲しました。ん？しばし殿はご不在か？ああ、傷の状態が良くないんで先に巨匠に帰ってもらった。すまないが俺が代わりに聞く。報告を続けてくれ。承知した。文金文王親子は後に逃亡、すでに我らの届くところではなく。まったく、環球剣はどうしようもない無能だな。後の援軍も生かせず、文金などという手に余る男を引き入れて敗れるとは。だが文金の息子文王の活躍は敵ながら見事だった。あの者を後に追いやったのは後の憂いとなるかもしれぬ。師女、少し耳を貸せ。王陵、環球剣、文金、あいつが反乱には何かつながるものを感じる。黒幕の存在を疑うべきだ。ああ、しばし様、しばし様が邸宅にてお倒れに。なんだって？すぐに巨匠に戻る。兄上、くそ、あの時の傷がこんなことになるなんて。父上がおられたらバカめがと一喝されるぞ。過ぎた時を悔いることに意味はない。今私は己の天命を悟った。我が天命は将、お前へと芝一族の系譜をつなぐことにあったのだ。やめてくださいよ兄上、そういうのは俺には重すぎます。師女、芝氏殿の最後の言葉だ、しっかりと聞け。家中、お前。家中の言う通りだ将、私は最後の全てをお前に託す。最後のものを束ね、明日葬儀の未来、新たな時代を開く。しばし殿の怪我は相当悪いらしい。工事は弟のしばしょう殿に託されたとか。またとない行幸よ。しばしょう殿に父や兄のような器量はない。しば一族の戦王もこれで終わりだな。何をふざけたことを。義が二国相手に立ち回れていたのはしばい殿やしばし殿の指揮があればこそ。芝一族が指揮を取らねばもはや義は立ち行かないというのに、芝将殿はやってくださらんのか。自分はこの度義弟宗坊様より安政将軍に任命されました。先ほど職が再び進行してきたとの報を受け、将軍としての任務を果たすべく断刻で迎撃しようと思っております。つきましてはぜひとも芝将殿にも出陣していただきたい。そうか。だが俺は帝から巨匠を守れと命じられている。ならば私に任せてもらえないだろうか。洛陽に赴き当該殿を後方から支援しよう。ああ、そうだな。これだから諸葛丹殿、私たちは芝将殿に来ていただきたいんですよ。
あなたはすぐに激高して正常な判断を失う。それこそ助けになるかどうか。なんだと？生涯言い過ぎだ。これは失礼。そうなったのも芝生殿が出陣を渋るからですよ。私なら帝につてがあります。芝生殿を断国に行かせるよう進言してもいいですよ。師匠殿、不本意この上ないけれど、ここは生涯殿を。ああそうだな、よろしく頼む生涯。結構な判断感謝しますよ。では我らは先に断国に向かいます。行きましょう当該殿。諸葛丹、聞いてくれ。お前には別の頼み事をしたかったんだ。呪春の地は今相次ぐ反乱によって荒れに荒れている。民に慕われているお前に呪春の復興を頼みたい。私は呪春は義と語の国境、必然的に語への対応も任せることになる。諸葛丹、頼む。お前にしかできないんだ。先ほどの提案を流されたのはいささか不服であった。だがこの退任は私にしか果たせぬと自負している。呪春のことも語のことも全てお任せを。では。いいのか。求心力があったのは環球圏も同じことだぞ。果樹、不和の種になるようなことをいちいち口に出すな。他人を信用するなとは芝居殿の遺言だ。忘れたか。いや、諸葛丹を洛陽に置いておく方が危険だ。環球圏は洛陽からの密書を持っていたという話もある。内乱を扇動する敵は洛陽にいると。分かった、調べてやろう。任せた。つってもあんまり気乗りしねえけどな。しばし殿、私は身に余る事態に震えています。征討大将軍、犬と呼ばれる私が賜るにはあまりに重い役目。果たしてその大役を務められるかどうか。何度言ったらわかるのだ。犬とはこうあるものの意味。諸葛丹、まさにお前のことではない。しばし殿って兄上なら言うよな。しばしょう殿、あなたという人は。そんなに怒るなよ。確かにふざけすぎた。この通り謝る。いや、そうではない。あなたの中にしばし殿を感じた。それに自分で驚いているのだ。やはりあなたは腐ってもしばし殿の弟。どんなに相性が悪かろうと、これから支えねばならぬ相手なのかもしれん。まあなんつうか、そう言ってくれると助かるぜ。だがあなたが人心の道を踏み外した時は遠慮なく粛清する。それが本来犬としての役目だ。分かった、ぜひそうしてくれ大将軍。受けたまわった。当該戦況は。諸軍は各所を抑え我らを待ち構えています。
敵の先鋒は加工派です。加工派かよ。職で歓迎されたってのは本当だったんだな。四条、元の仲間だからといって情けはかけるな。奴の強さは手心を加えて退けられるものではない。ああ、分かってる。やるなら徹底的に叩く。奴だってそれくらいの覚悟で臨んでいるはずだ。芝生殿の的確な指示により任務は遂行されました。いや、相手が破綻していたから勝ったんだ。国力の回復も待たず無理に攻めてきたからですよ。余裕がないと正常な判断がつかなくなりますから。芝生様、諸区からの投降者が相次いでおります。いかがいたしますか。ほら、ネズミが逃げ始めましたよ。いよいよ諸区は沈みますね。よし、投降者に会ってみるとするか。四条殿、気をつけて。死角が紛れ込んでいるかもしれない。元気は心配性だな。けど俺はどうしても諸区の現状が知りたいんだ。今諸区の国内では何が起こっている、教えてくれ。はっ。諸区では脅威の強硬路線についていけず離反者が相次いでおります。食天もまた脅威の優雅ままに戦を続けています。龍禅様、いえ、龍禅は劉備様や諸葛亮様の志を微塵も継いでくださらなかった。諸区はあの暗愚のせいで終わってしまう。四条殿、教えてくれてありがとうな。俺たちは投降者を全て受け入れる。悪いようにはしない。ありがたき幸せ。さ、楽葉に戻ろうぜ。四条殿、何を考え込んでいるの。諸君はもはや本来の目的を失って戦を繰り返している。諸区の国内には義との戦は民や兵を疲弊させているだけだと気づいている者もいるみたいだ。どうすればこの無意味な戦いを終わらせられる。難しいものね。義と諸区の間には長年にわたる因縁があるから。けど因縁があった人間はもうこの世にはいない。そう簡単なものではないのは四条殿も分かっているのでしょ。せめて職側に四条殿と同じ考えの人がいればうまくいくかもしれないけど。四条、受信に不穏な動きがある。五に攻め入る予定もないのに城内に兵糧や兵器が過剰に集められているようだ。まったく、こんな時に面倒くせえ話を持ってくるなよ。放っておいた方が面倒なことになるぞ。わかったよ。諸葛丹に会いに行く。そうだ、途中で兄上にも挨拶をしていくか。巨匠に寄って行こう。芝生様、急報です。呪春の諸葛丹が五と結び反旗を翻したとのこと。まさか。なぜこの時期に。わからない。四条殿、諸葛丹殿に使者を出して問いたださないと。ああ、そうだな。だが戦にも備えておかないと。五も相手となると兵力が欲しい。陛下にもご出陣を願おう。元気、紹介のもとに行ってくれ。ご出陣の件、陛下に働きかけるよう伝えるんだ。わかった。呪春の門は閉ざされている。
兵を整えるなら可否がいいだろう。ああ、みんなも早速可否に向かってくれ。そういや果樹、例の黒幕の洗い出しの件はどうなった？もう少し待っていよ。師匠、こちらから送った使者は諸葛丹に斬られたそうだ。なんだよそれ、あいつらしくもない。諸葛丹、何があったんだ？諸葛丹は激高すると何をするかわからない。私はそう忠告しましたよ。話を戻しましょう。城内には後に逃亡した文金もいるようです。裏切り者同士、さぞ仲がいいんでしょうね。諸葛丹の範囲は決定的だ。師女、もう悩む必要はあるまい。やはりそうなるか。理由を追求するのはその後だ。全軍に次ぐ呪春を攻略し、反逆者諸葛丹を捕らえろ。申し開くことなどない。さあ私を斬るがいい。いや、聞かせてもらうぜ諸葛丹。今までずっと義に忠を尽くしてきたお前がどうして反乱なんて起こした？今さら何を言う。私に反乱の疑いをかけ密偵にまで探らせていたのは貴様ではないか。密偵だと？俺は知らない。あくまでしらを切るか。このような時だけ狡猾なことよ。それだけではないぞ。しばし殿は自らが悪となろうと不和の根源を断つことで天下を安定させていた。だが貴様は職との和睦を図るなどしてしばし殿のやり方を否定しようとしている。貴様にしばし殿の後を継ぐ資格はない。諸葛丹、お前の言い分は分かった。じゃあ俺の話を聞いてくれ。兄上や父上、それから宗妃殿に曹操殿、あの人たちが目指したのはただ一つ、乱世の収束だ。その志を継ぎ完遂させることこそ宗義の継承だと俺は思っている。な、やり方は時代や人によって違うだろうさ。そのやり方に固執して志を見失っちまったら兄上や父上にあの世でどやされる。今まで宗義を支えてきた人々を冒涜することにもなるだろう。私が間違っていたのかもしれない。諸葛丹、なあ、俺がお前を疑ってるって誰から聞いた？あ、それは陛下だ。私は陛下に利用されたのだな。だが芝生殿の言う通り、陛下のやり方では乱世は終わらぬだろう。諸葛丹、芝生殿、私を処罰してくれ。乱を起こし多くの兵や民を犠牲にした罪は重い。その代わりどうか自分に従った将兵たちは許してほしい。分かった、将兵の命は保証する。感謝する。これからどうする師匠？密偵を放ったのはお前だな果樹。密偵の存在が諸葛丹に反乱を起こさせた。奴の言を気にしているのか。それ以前に奴は帝とつながっていた。遅かれ早かれ背いていただろう。それとも故意に反逆を起こさせたと俺を罰するか？いや、いい、一度巨匠に戻るぞ。反乱の罪は全て諸葛丹が負った。
文金もすでに死んでいる。だからお前たちは処罰しない。芝生殿、感謝いたします。感謝いたします。もしお許し願えるのなら、今後は芝生殿のために戦いたく。戦いたく。そうか、お前たちが力を貸してくれるなら嬉しいぜ。これからよろしくな、文王、文子。はい、ありがたき幸せ。やっぱりそういうことか。これまでの内乱は全て陛下の差し金だったとは。無理もないことだろう。いや、道理だと言うべきか。しばしは力を持った。それは才と実力、そして実績に見合った力だ。それがただ血筋のみで天使となった者にどう映るかなど考えるまでもない。ああ、めんどくせえ。俺たちは葬儀のために尽くしてきたってのによ。ああ、誠実に、ひたむきに。そしてその過程で曹操を討ち、政敵を排してきた。それがこうも裏目に出るなんてな。もはやお前は曹操、葬儀の脅威なんだ。どうする師匠よ。このまま頭を垂れ、奴らが腐れ落ちるのを見届けるか。俺の天命ってことか。葬儀を終わらせる。俺たちの手で新しい時代を作ろう。芝生殿、義弟からあなたを討伐するよう詔勅が下りましたよ。帝から名指しされた気分はどうです？ついに来たかって感じだぜ。向こうもやる気満々ってことだな。紹介、すぐに当該と文王を連れて蜀との国境を固めてくれ。なるほど、愚直な脅威がこの機を狙わないわけはありませんね。あなたご自身の安全はそちらでしっかり守ってくださいよ。元気、果樹、俺と一緒に洛陽に来てくれ。文王、あざなは事件。本名は文宿で、文王の王は幼名青から来ている。義の実権が芝生に移ると、父文金と共に諸葛丹の乱に参加。だが逆上した諸葛丹に父を切られたため義軍に投降する。戦後、文王と文子は罪を償うべく芝生の前に平伏した。申し上げます、蜀軍はすぐそこにまで迫っている模様。蜀の兵力は前回の戦より多いと見える。あれだけ敗戦を重ねながら、よくぞここまで兵を集めたものだ。そこ感心するところですか。余剰兵力まで使っているだけ、そういうことでしょう。断言してもいいですよ、蜀の国内にはもう一兵もいない。それだけ敵もこの一戦にかけているということですね。ここで敗れれば乱世に逆戻りとなります。芝生殿のためにも闘志を燃やし死力を尽くさねば。うん、何度攻め込まれようと必ず食い止めてみせる。それが我らの任務だ。全軍迎撃準備を。蜀の侵攻を
またも食い止めることができた。これも諸将の奮戦のおかげだ。礼を言う。あなたの礼などいりませんよ。それに職が弱すぎただけとも言える。道外殿、とっとと生徒を責めたらどうです？私も商海殿の意見に賛成です。この戦で職は全ての力を使い果たしたはず。打つなら今かと。うん、では芝生殿にお伺いを立てよう。なら私が生徒攻略を進言してきます。自分たちは天水で戦の準備を。師匠、やはり脅威は大規模な遠征軍を起こしたようだ。ま、当該たちがいるからそっちは大丈夫だろう。俺たちはこっちでやることがある。師匠、いい顔をするようになったな。カジュウ殿、それ以上は。いいんだ元気。義弟総坊は葬儀の志である乱世の収束を目指していない。自分の保身を考えていたずらに内乱を起こしている。このままではいずれまた乱世に逆戻りだ。先人たちが築き上げたものが無になってしまう。これから決闘のみが拠り所となった葬儀を潰す。師匠殿、俺の手で乱世を終わらせるため僧帽を撃つ。真に近づくな芝生。貴様は何をしようとしているのか分かっているのか。分かっていますよ。お別れです、陛下。ゲロ、陣に近づくな。やめろ、やめ。ゲロ、陣に近づくな。やめろ、やめ。重いな。そうね。でもまだ終わりではない。あなたはこれからもっと重いものを背負うはず。ああ、もし重すぎるのなら私も背負う。だからいつも通りのお前の叱咤が今の俺にはありがたい。元気、ありがとな。これからもそばにいてくれるか。そんなセリフを今言うなんてずるい。紹介か。お疲れさん。職との戦はどうだった？東洋にて大勝利を収めましたよ。ま、私がいれば当然の結果ですが。もう職は虫の息です。今なら生徒まで容易に攻め込めるのでは。ああ、義も語も職もいつの間にか古くなってたってことか。紹介、諸将に天水へ向かうよう伝えてくれ。承知しましたよ。紹介の進言を入れ、これから生徒を攻略する。もはや職は国の体を成していない。俺たちの手で乱世を終わらせるんだ。己の目的を失い形骸化した職を滅ぼせ。大将軍、芝師匠だ。
竜公子、いや職弟竜禅だな。決断したのか。ああ、もう終わりにしよう。争いを続ける限り、悲しみは止まぬ。芝生殿、一つ頼みがある。聞こう。私たちの願いを継いではもらえないだろうか。天下をすべ、悲しみのない世を作るという願いを。約束はできない。が、俺たちが開く時代がそうあるよう努める。ありがとう、十分だ。諸君は降伏する。降伏を受諾する。乱世は終われ。これでようやく大きな面倒が一つ片付いたな。何を言っている。師匠、まだ最後の爪が残っている。何が。食帝竜禅の商談。敗者には敗北を深く刻まねばならぬ。己が敗者だと忘れぬ印を。それが竜公子の命だって言うのか。これ以上ないほどの。それはなしだ、カジュ。悲しみのない世を目指す。俺は竜公子にそう言った。それを裏切ることはできない。その甘さが再び世を乱すとして。逆だ。人ってのは許されることで安らぐんじゃないのか。そう、孫悟。ならば乱世を終わらせてみせろ。お前のやり方でな。ああ、まあ見てろって。芝生殿。よう、竜公子。最近はどう過ごしてる？心安く。時折寂しくもなりますが。食が恋しいってわけでもなさそうだがな。そうですね。偉大な先人たち、その志を受け継ぐだけの器を私は生まれ持ってこなかった。それを思い知るたび寂しくなるだけです。そうか。
よっと。俺も時々不安になるよ。三国を作り上げた先人の器はあまりに大きい。広く深く、その器の縁はあまりに高い。だが彼らはもういない。その器の中でいつまでも甘えていてはならないんだ。器の深さを知り、その中に満たされた思いを知り、それでもそのすべてを飲み込んでいかねばならない。強いな、あなたは。私にもその強さがあれば。よしてくれ。そしたら俺はお前を切らなくちゃならない。俺もお前も覚悟を決めたはずだ。お前はそれを貫け。俺は天下を一つにする。行け。よう、何してんだ、こんなところで。四条、それはこちらのセリフだ。今お前は執務中のはずだが。なあ、バレてたか。行き詰まって、ついつい新しい昼寝の場所を探してたな。俺の監視なら間に合っている。わざとらしい芝居はやめておけ。監視？何の話だ。とぼけるならそれでいい。昼寝をしたければ馴染みの部屋にでも行くんだな。お前の手、必要以上に汚さないでくれ。このままじゃ感謝だけじゃ足りなくなる。何の話だ。シーシャオ殿、またどこに行ったのかしら。師匠殿。お、元気か。早かったな。政務を放棄して人の部屋で居眠り、お仕置きが必要のようね。ああ、頼むぜ。部屋に素直ね。最近みんなよそよそしくてつまんねえ。元気だけだ、前と変わらないのは。どんな立場になろうと、四条殿は四条殿。こうしてすぐに逃げ出してくるのはいい証拠ね。そうだね。疲れているなら少しだけ見逃してあげる。でもまたどこかに行かないように、ここで見張っているから。ああ、そりゃ助かるぜ。
で防戦に当たった将はいずれも戦死したようです。それほどの敵に我らだけで太刀打ちできるでしょうか。ああ、敵が機動力を生かし大軍を翻弄するのこちらも精鋭で立ち向かえば。秦は大国だ。だからこそ戦い方が型にはまってしまう。それでは勝てない敵がいる。今回の場合はそれだ。兄上、やはりかつての英雄趙雲の再来と言われるだけあります。英雄か。語り継がれる数多の将帥たちも不可能と思われる困難に立ち向かい勝利した。ならば我らも同じように。皆、闘志を燃え上がらせるのだ。軍事剣、いざ参る。今年も豊作そうだな。当該様が引いてくださったこの運河がやりがいと生きがいを運んできてくれます。うん、自分はただ地図を眺めて必要と思った場所に建設しただけだ。どんなに偉くなっても筋骨隆々になってもそういうところは相変わらずですな。うん、自分は皆と共に土塁を積み重ね、汗した頃から何も変わらない。今日はそれを確かめに参ったのだが、先に言われてしまえば心の使いも取れるものよ。生徒の方じゃいろいろ大変だって聞いてます。だからここで元気出してくださいよ。そうそう、今日いらっしゃると聞いて皆で宴の準備をしておきました。当該様の好物の豚足もたっぷりありますよ。わ、それはありがたい。では今宵は豚足片手に昔語りでもするとしよう。見れば見るほど要害堅固な地だな。あの暗愚な食帝を褒めてやりたい気分だよ。さっさと降伏してくれたおかげでどちらの兵力も温存できた。そして今やその天然の城塞と大軍が我が指揮下にある。準備はできた。早いな。褒美にお前の願いもついでに叶えてやる。それまでは仲良くしようじゃないか。私は自身の才と野心に従う。生ぬるい平和など蹴散らせばいい。そう、世界そのものを掴むであり。